サインアドバイザーアグリンのアグリンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回はニンニクの植え付け前にぜひ見ていただきたい注意点やポイントなどをお話ししていきたいと思います。ニンニクは一般地ではおよそ9月の下旬から10月の上旬にかけて種球を植え付けます。寒冷地の方などもうすでに植えている方もいらっしゃると思いますが、これから植える予定の方はぜひ参考にしてみてください。まず一つ目のポイントとして、早く植えすぎないということがあります。今年は記録的な猛暑で、9月に入っても30度以上の日がまだまだ続いています。ニンニクは寒さには弱くありませんが、暑さにはとても弱いです。芽が動き出すために適した温度は22度から25度、生育適温は15度から20度になります。ですので、植え付け時期のタイミングとしては、最高気温が25度以下、地温で言いますと20度前後が目安になります。高温期に無理に植えますと、ウイルス病などの病気が出やすくなります。今年は特に9月になってもまだまだ暑いので、早く植えすぎないように気をつけてください。二つ目のポイントとして、種球選びがあります。種球はホームセンターなどで、早いところでは8月にはもう販売しています。ニンニクの品種は大きく分けて、寒地用と暖地用があります。寒地では福地ホワイトなど、いわゆるホワイトロッペンが有名です。暖地では平戸ニンニクや上海早生などがあります。ニンニクといえば青森県産のホワイトロッペンが有名で、ついつい購入したくなると思いますが、ホワイトロッペンは寒さには強いですが、暑さには弱いです。ですので、団地にはあまり向いていません。その他、ホームセンターなどに行きますと、中国産のニンニクの種球が置いてあります。中国産のニンニクのいいところは、その安さにあります。私たちの近くのホームセンターでは、ホワイトロッペンが 300g 税抜き1280円で売っているところを、中国産では 300g 税抜き398円で販売しています。ホワイトロッペンは中国産に比べておよそ3倍近く値段が高いです。少しでもコストを抑えたい方は中国産を選ぶといいと思います。ただホワイトロッペンは少し高いですが、1年目は購入し、2年目以降は自分で育てたものを種球とするといいと思います。ご自身の地域に合わせた品種選びをするようにしてみてください。そして、種球を購入するときは、なるべく大きなもので、首の締まりのいいものを選ぶようにしてください。ニンニクは種球が大きいほど、後々大きなものが収穫できます。当たり前ですが、傷んでいるものは買わないようにしてください。私たちは前年収穫したニンニクを今年の種球として使います。三つ目のポイントとして、種球の皮を剥いてから植えるかどうかの問題があります。ここでいう皮は外側の薄皮ではなく、中の硬い皮を指します。この硬い皮を剥いて、剥き身の状態にして植えることをツルツル植えと言います。こちらのツルツル植えは、原理的には硬い皮を剥くことによって、まず早く芽が出ます。さらに、ニンニク本来の抗菌作用によって、病気になりにくくなるというものです。こちらの方法は少し前に雑誌などで紹介され、YouTube でも紹介している方もいらっしゃいました。私も実際にやってみましたが、通常植えとそこまでの差は見られませんでした。剥きやすいように水につけてから剥く方もいらっしゃいますが、面倒だったり逆に傷つけてしまう恐れもあるので、個人的には特にお勧めはしません。四つ目のポイントは、植える前に種球を予冷するかどうかです。こちらは植え付け前に種球を20日から1ヶ月程度冷蔵庫に入れ、冷やしておく方法です。このあらかじめ冷やしておくことを専門用語で予冷と言います。この予冷はニンニク農家ではやる方が多いです。
ニンニクは25度以上の環境下になると休眠します。ですので夏の間は暑いので芽が出ません。これが寒くなることによって芽が出るようになります。ですので冷蔵庫などに入れて冷やすことによって休眠状態が終わり、早く芽が出ます。早く芽が出ることによって結果収穫時期が早まったり収穫量が上がったりします。ただ一方、植える時期によってはスポンジ状になったり品質低下を招く恐れもあります。家庭菜園などではあえて予冷するよりも早く植えすぎないことの方が大事だと思います。5つ目のポイントとして、植える前に種球を一晩水につけるかどうかの問題があります。一晩水につけてから植えることによって早く芽が出、揃いも良くなります。この一晩水につけるのは種球に限らず、種をまくときにやる方もいらっしゃると思います。一方で種を水につけなくても、種をまいてから水をやったり雨が降れば芽は出ます。ということで、少しでも早く芽を出させたい方、芽が出るのを揃えたい方、そして植えるのが遅くなった方にはおすすめです。ただ一晩水につけなくても、その後の雨や水をやることによって芽は出るので、そこまで心配する必要はありません。6つ目のポイントとして、ニンニクは酸性土壌を嫌います。ですので事前に畑に貝殻石灰や黒石灰をまいておいてください。貝殻石灰の場合は直前でもいいですが、黒石灰の場合は2週間以上前にはまいておくようにしてください。7つ目に、ニンニクは硬い土ではなくふかふかの土を好むので、事前によく耕しておいてください。どうしても土が硬いと根の張りが悪くなり、結果ニンニクの玉も大きくなりません。事前に牛糞やもみ殻、もみ殻くん炭などを入れてよく耕しておいてください。最後に8つ目のポイントとして、植えるときにポリマルチを使用するのをお勧めします。ポリマルチを使用することにより地温も上がり、乾燥防止にもなります。その他、泥跳ねを防ぐことによって病害虫も減り、雑草もある程度抑えることができます。ニンニクは乾燥を嫌うので、ポリマルチなどを張って乾燥しないようにすることがとても大事です。さらにニンニクは寒さに強いイメージがありますが、実はそこまで強くなく弱くないだけです。ですのでポリマルチを張って地温を上げるのは重要になってきます。土が乾燥している時ではなく、雨が降った後などある程度湿り気があるときにマルチを張るのがポイントです。今回はニンニクの植え付け前にぜひ見ていただきたい注意点やポイントなどをお話してきました。ニンニクは家庭菜園でも人気のある野菜の一つで、これから植える方も多くいらっしゃると思います。ポイントさえ押さえればそこまで難しくありませんので、これからの時期ぜひ植えてみてください。この後、植え付けの様子も動画配信する予定ですので、ぜひそちらもご覧ください。ぜひチャンネル登録をお願いします。メンバーシップではご質問にもお答えしておりますので、メンバー登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。